梶本雄介は、大阪府大阪市上東区出身の元プロ野球選手、宇藤良田。岩手、仙台北上高時代は1年生の時からセンターで、レギュラーをつかみ、夏の岩手大会にも出場。2年生になると、春季大会から、エース県4番として活躍。夏の岩手大会では、決勝戦の完封を含めて3完封1完投に、本塁打も記録し、 第82回全国高等学校野球選手権大会に出場に大きく貢献した。甲子園では1回戦で明徳義塾と対戦し、8回を完投するも3失点で敗戦投手となっている。3年生の春季県大会では5試合で5本塁打を記録するも決勝戦で敗退。しかし続く東北春季大会では、 決勝まで4連投で、仙台北上の初優勝に貢献した。夏の県大会も、決勝までで2冠封を記録していたが、決勝戦で惜しくも、関東負けを期し、2年連続の甲子園出場は、ならなかった。当時は、投手としても、最速時速1 4 7トル、常時時速1 3 0トル後半の速球と、スライダー、カーブを投じ、最終学年では、 投手としての指名をほのめかす球団も存在した。しかし2001年のドラフト会議では、高校通算30本塁打の打力を買って、野手として評価していたヤクルトスワローズからドラフト2巡目で指名された。本人も、野手挑戦に意欲的で、推定契約金6000万円、年俸500万円でプロ入りが決まるとともに、打撃センスを買われて、内野手にコンバートが決まった。 その後、主に遊撃手で練習を開始した。ヤクルトスワローズ時代2002年は、実質内イ手種1年目ということもあって、体力と守備の基礎固めのシーズンとなった。キャンプシーズンともに、ファームで過ごし、2軍の公式戦では31試合に出場している。瞬足を生かすためにスイッチヒッターの練習を始め、 秋のコスモスリーグでは転校した左打席からプロ入り後初の本塁打を放つなど実戦への強さを発揮。当初は守備でも安定感を欠いたが徐々に守備範囲も広がり遊撃手としての試合も経験。順調なシーズンを過ごした。2003年に本格的に両打ちに転校。3月に中学時代からの持病であった左膝を手術し前半戦はファームで リハビリの毎日を送った。6月から試合に復帰し、2軍では最終的に前年を上回る39試合に出場。9月にはイースタン発の本塁打をまたも左打席から放っている。周期キャンプではサイトキャンプ名物となっていた階段登りで1位を取るなど、監督の若松務首脳陣へアピール。手術した足に不安がないところを見せた。 2004年は前年オフに岩村秋のから誘われて共に自主トレイを行った。キャンプ開幕時はファームだったものの3年目にして打力でもアピールできる試合が増え6月には3試合連続本塁打を含む5本塁打でファームの月間 MVP を受賞8月20日には藤井周五の抹消に伴って期間限定ながら3年目にして 初の一軍を経験した。2試合でアンダは出なかったものの、ダイソーでプロイル初出場した8月21日の、試合では2類守備について2度の守備機会をこなしている。ファームでは自己最多の92試合に出場し、2遊間のスタメンに定着。打率も自己最高の、269で7本塁打、35打点、8盗塁突破ンチ力とスピードの両方をアピールした。 2005年から選手登録を正式に両打ちに変更。一軍昇格の機会こそなかったが、7月24日のフレッシュオールスターでは3塁打を含む4打数にアンダと活躍し、優秀選手賞を受賞。ファームでは前年に続いてスタメンとして89試合に出場した。打率も一時は3割を超え、最終的には293、6本塁打。 8投類をマークした。94アンダを記録し、イースタンリーグサイターアンダのタイトルを獲得。一方で、リーグ2位の71三振と、確実性に課題を残した。守備面でも前年の19失策に次ぐ16失策で田中博康の加入もあって、層の熱くなった二遊間では、アピールしきれなかった。2006年は、キャンプ、開幕は二軍スタートだったが、 宮本晋也の故障などもあって、4月30日に手薄になった内野手の補充要員として2年ぶりに一軍に昇格した。5月4日の対広島戦で、代打で一軍初安打を記録。6月3日の対オリックス戦では、7番遊撃手として一軍初スタメン出場。抜擢に応える形で4打数に安打と結果を残した。軍21試合に出場し、 7アンダーに投類とまずまずの結果を残した。一軍態度が多かったため出場が67試合に減ったファームでも打率291、7本塁打、13投類を記録。イースタンリーグトップの3塁打4本、同リーグ3位の長打率462と瞬速、長打力の両方で結果を残しており、二塁手、遊撃手だけでなく三塁手や、 外野手でも起用された。2007年はプロ5年目にして初の一軍キャンプスタートとなった。オープン戦では本塁打も記録し初の開幕一軍も決定。4月半ばには打撃不振の田中博康に代わって2塁のスタメンで2試合に出場したが、梶本自身も打撃で結果を残すことができず、4月22日に2軍、降格。 以降ファームでも78試合で打率、251、3本塁打、11盗塁と調子が上がらず、一軍復帰はならなかった。守備面でも、グラブ裁きなどに苦戦気味で、外野にも挑戦している。秋のキャンプでは、スピード野球を掲げる、新監督の高田茂から期待の一人として、コメントされた。2008年は2年ぶりの2軍キャンプスタートとなった。開幕も2軍で迎え、 4月は低調が続いた。しかし5月に入って月間打率4割超と調子を上げ、自身2度目となるイースタンの月間 MVP を受賞した。その後も打率3割超の好調を維持し、最終的にイースタンリーグでは自己最高の打率301をマークしたほか5本類だ14盗塁を記録し2類のレギュラーに定着した。 9月11日には、約1年5ヶ月ぶりに1軍登録を受け、20試合で3盗塁と足のあるところを見せている。高校の先輩である畠山和弘の後を受けたダイソーでも注目を集めた。2009年は2軍で安定して、打率を残すも、1軍にはなかなか上がれなかったが、1軍での故障者が続出した10月に1軍でスタメン出場。10月6日には、 猛打賞を記録した。2軍では打率。293と安定して打つ実力はついてきている。2010年はオープン戦こそ1軍帯同したが、開幕直前に登録抹消。以後、一度も登録されぬまま、10月3日に球団から戦力外通告を受ける。12球団合同トライアウトには参加しなかった。オリックスバファローズ時代その後、11月15日に、 内野が手薄で早くから興味を示していた、オリックスバファローズの周期キャンプでの入団テストを受けて、合格。入団が決定した。背番号は58。2011年は開幕こそ2軍スタートだったが、小児類種の後藤高村が、打撃不振と胃腸炎のために軍降格したのを機に、5月12日に1軍昇格を果たす。5月14日の対日本ハム戦で、 遺跡後初スタメン出場を果たすと、二日連続でに、安打を放つ。その後もしばらくは二類種として、スタメンに出場する機会が増え、5月29日の対、中日戦では、9回裏に守護神の岩瀬一則から、遺跡後初打点となる敵地打を放った。しかし、後藤が復帰すると出場機会がなかなか得られず、6月29日に、一旦二軍降格。 7月15日に一軍復帰してからは、後藤が徐々に復調していったのもありしばらくは、代打、代走での出場が主となったが、8月に T 岡田が二軍落ちしたのを機に、外野手として出場する機会が増えた。10月13日の対ロッテ戦では、先制的時代を放ち、試合後に移籍後初のお立台に上がった。結局、打撃こそ打率、204? 打点も、前述の2打点に止まる、10日台も出たものの、43試合に出場し、19、安打は自己最多の記録となり、前年オフの自由契約から這い上がったシーズンとなった。2012年は、開幕1軍入りを果たすも、6試合の出場で12、打数で内野安打1本に止まり、4月21日に登録抹消。その後、 5月2日に一軍登録され、同日の対ロッテ戦で中あと夕平から決勝的時にルイダを放ち、試合後にヒーローインタビューに選ばれた。その後は外野手として出場機会を得るも、接種を露呈するなど、定位置をつかみ切るに至らず、1.2軍の往復を繰り返した。42試合の出場で打率こそ213と振るわなかったが、 4度目の一軍昇格となった8月30日の対ソフトバンク戦で9回表に代打で出場し、日本9回復帰後自席点0を続けていた岡島秀樹に初の自席点をつける決勝的時が9月11日の対西部戦でも代打でランディ・ウィリアムスから決勝儀比を放つ等随所で勝利に貢献する活躍を見せた。2013年10月26日に 戦力外通告を受けた。2013年11月22日に開かれた12、球団合同トライアウトに参加したが、7人制ラグビーのチーム結成のため視察に訪れた元ラグビー日本代表、吉田義人の目に留まる。2014年3月16日、吉田が創設した侍東京セブンズラグビークラブの最終選抜メンバー21人に選ばれるが、その後は、 米独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約。7人制ラグビー参加への返答はシーズン終了まで見合わせる。2015年3月3日にランカスターと再契約を結んだ。2016年3月29日にランカスターと再契約。2017年5月12日に同じアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約。 2017年シーズン終了後は日本に帰国し、東京都内でトレーナーをしている。2020年3月2日より、ライバーマネジメントプロダクション、ビーバーに所属し、DNA が運営するライブコミュニケーションアプリ、ピコカにて配信活動を開始。ヤクルト時代は、淡口健司コーチから研究熱心で前向きと評されていた。また、淡口コーチの前任である。 荒井幸雄コーチも努力家と評している。打撃に関してはスイッチヒッターで左右ともにパワーがあるが状況把握や選球眼に課題を残している。一方で守備に関しては強権で早急に高い評価がある一方で内野の連携プレーにはやや課題があるとされる。走塁に関しては2軍ではチームでも上位の盗塁数を見せる。当時1年上には1年後に 再びアクルトでチームメイトとなる畠山和弘がいたが畠山は3番で梶本が4番を任せられていた2003年5月28日のサンスポによると本人も左打席は癖がないと語っている球団公式 HP などによると結果を出す焦りもあって右打席の方が状態は悪かった監督の若松によると 手が震えていたようだという。梶本が、オリックス入団テストに合格。2011年1月14日閲覧。オリックス横山、梶本に、戦力外通告スポーツ日本2013年10月26日、配信ラグビー吉田義人氏が、折カ梶本を、スカウト日刊スポーツ2013年11月22日配信。 カジモトライ競技から7人制ラグビー選抜に、日刊スポーツ2014年3月17日、配信も通りカジモト、7人制、ラグビー入り悩む、ハットカジモト RE、サインズ・ザ・オフィシャル・サイト・オブ、ランカスター・バーンストロマーズ英語2015年3月21日閲覧、カジモトユースケさんのプロフィール、ピコカ、2020年3月17日閲覧、古木勝明元 NPB の12名がライバーデビュー。LMP、ビーバーに所属し活動開始。株式会社ビーバー。h t t p s p r t i m e s j p m a i n h t m l r d p 0 0 0 0 2, 70 2 70 1 0 0 0 0 1 6 2 7 0 0 h t m l 2 0 2 0年3月16日閲覧。 39カジモトユースケ東京ヤクルトスワローズ公式サイト2011年1月14日閲覧 ABC 努力開会ヤクルトカジモトユースケコーノ一郎今週の一押し NIKKANSPOORTS.com 2011年1月14日閲覧ありがとうございます